高音で歌うときに首とか顎が痛くなってしまう人はこの動画を最後まで見てみてください。ヤッホー高音大学の皆さん、君のボーカル講師ゆきおです。今日の動画では高音で歌うときに首や顎の痛みを感じる人がどうやって改善すればいいのかということについて話していきたいと思います。歌う前に今から教える3つのことを必ず毎回行うようにしましょう。で、どういったことをするかっていうと、まず1つ目、ガムを大げさに噛むかのようにもぐもぐします。実際にやってみると、まあ、口を閉じてこういう感じです。これをしてる時に舌の位置としてはもうずっと口の中でこうやって動いてるようなイメージです。 OK、 これを30秒行うようにしましょう。いくよ。はい、こんな感じです。2つ目に行うこととしては首のストレッチ。で、どうやってやるかっていうと、4回回して、で、終わったらまた逆の方法で4回回します。それじゃあやっていきましょう。まず顔を下げて1 2 3 4、続いて反対側を行います。頭を下げて1 2 3 4、はい、こんな感じです。3つ目に関しては肩を動かします。3回後ろに回して3回前に回します。 OK、 いくよ。1 2 3、 OK、 今度は前に回します。1 2 3、こんな感じです。この3つのことを必ず毎回歌う前とか発声練習をする前に行うようにしてみてください。これはあくまで正しい発声ができている前提だけど、どうしても喉の痛みとか顎の痛みを感じてしまう場合、だから地声を張り上げて歌ってます、大声じゃないと高音が出ませんっていう根本的に発声が間違ってる場合は、まず基礎を作って正しい発声を出すようにしましょう。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。